朝日市は千葉県の北東部に位置する市。基幹産業として、近郊農業が盛んであり、千葉県内第1位、全国第5位の農業産出額である。九十九里浜の最北端に面しており、夏季には海水浴客で賑わう。豊かな自然を生かし、農業や水産業が発展している。一方、千葉県東部から茨城県南東部の 約100万人をカバーする総合病院国保朝日中央病院を有する。江戸時代には、江戸幕府の天領であった日型八万国をはじめ、九十九里浜、押坂部岬などを有する。大坂部岬は、日本の朝日百選、日本の夕日百選、日本夜景遺産、日本の夜景百選、関東の富士見百景に選定されている。九十九里海岸沿いの九十九里ビーチラインに沿って、 矢指が、浦温泉、朝日九十九里温泉、八福温泉、飯岡温泉など源泉が湧き出している。千葉県北東部に位置し、県庁所在地である、千葉市から約5 0トルの距離である。東京都の都心から80の9 0トル圏内で、ある。九十九里平野の北端に位置し、南部は九十九里浜、太平洋に面し、北部に下佐大地が広がる。 市の中央部を東西に、総武本線と国道126号が通る。千葉県立旭農業高等学校の所在する千葉県旭市城一番地は、日本一短い地名の一つである。古代、現在の旭市周辺には、椿の海と呼ばれる湖が広がっていた。江戸時代になり、椿の海を干拓するため、新川を掘削して、固定を干潟とした。幕末には、 農村指導の先駆者、大原雄学が、おさべ村を訪れ、農村を再興させた。同じく幕末に、国学者の宮尾忠史兼、宮尾佐田夫志も村の和合や、農業改良に努めた。一方、九十九里沖の豊かな漁場を求めて、関西の漁民がやってくるようになり、飯岡助五郎は、岩資料を中心とした漁業の発展に尽力した。明治に入り、 政府の旗作奨励策のもと、鎌巣村の金谷創造が落花生栽培を普及させ、総武鉄道が開通して大量輸送が可能になると、落花生の加工工場が数多く作られた。また、昭和初期からスイカ、カボチャ、サツマイモなどの生産が盛んになり、特に干渉栽培は、穴沢松五郎の功績で発展した。朝日という使命は、 一説には、朝日将軍と呼ばれた、木曽義仲の末裔とされ、この地で没した、木曽義政を読んだ、品濃よりいつる朝日を下引きで東の国に後、とどめけむから取られたとされる。この歌は、高下元年木曽始末裔を称するあわら県業が、当然寺において営んだ、木曽義政公250回忌において、京都の国学者、野,野口孝政が読んだ、追悼歌で、この時に寄せられた、 追悼化400種を収めたのが、市の指定文化財ともなっている、死の不幸和歌集である。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、3.58%減の66,586人であり、人口減少が進行している。増減率は、千葉県下54市町村中31位、60行政区域中37位。 歴代市長特記なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる、朝日警察署朝日市、消防本部県政国政農業は、基幹産業としての役割を担っており、農業産出額は、千葉県内1位で、特に野菜、畜産は県内1位、米は県内2位となっている。農業協同組合かつて存在した、農業団体ふるさと産品、 特産品朝日市が指定しているふるさと産品、特産品野菜指定産地農林水産省による野菜生産出荷安定法及び本法に基づき、朝日市が指定された野菜漁港伊岡漁港かつては、千葉県内の太平洋添い地域では、茂原市、銚子市に次ぐ、第三の商業都市であり、旭商圏を形成する商業中心都市、純商業中心都市であったが、隣接する、 自治体にロードサイド店舗が多く出店したことにより、証券が縮小し、衰退傾向にある。本社、本店を置く企業、千葉県立旭農業高等学校千葉、県立闘争工業高等学校高等学校、中学校小学校千葉県総合スポーツセンター、闘争運動場医療機関郵便局博物館、千葉県の施設旭市の施設災害発生時の避難場所、 避難施設が整備されている。詳細は災害時の避難場所を参照。市外局番は市内全域0479。ただし合併当初は市内局番が 6X の地域は妖日市場 MAA。市内局番が 5X の地域は調子 MA であり、市内で MA をまたがる区域の通話は 市外局番からかける必要があったが、2009年11月1日より、市内全域が、八日市場 MA に統合されて問題が解消した。旭駅、飯岡駅中心となる駅、旭駅高速バス路線バス飯岡九十九里自転車、同線気学朝旭史跡車寺継承地、海水浴場温泉国、県指定文化財一覧。ありがとうございます。